今日はサマーキャンプ中ということですが、お昼休憩にですね、YouTube 撮影しています。今日バッティングのね、一つスキルを紹介していきたいと思います。その前にサマーキャンプ、ぜひですね、毎年8月1日から8月5日、これもう日時は固定でやっています。でこういうふうにね、室内、屋内ではないんですが、屋根付きの練習場で行っています。去年まではグラウンドでやっていたんですが、ちょっとこの猛暑の中で、体調管理を気にしてですね、屋根付きの練習場で行っていますので、この中で1日練習、ぜひ、皆さん毎年ですね、1日から5日日程に組み込んでいただいて、ご参加いただければと思います。その上ですね、今日はこのバッティング、ステップ、これね、ステップインというスキルになるんですが、この前足の地面つき方で、このつき方と振り出しのタイミングですね、ここの練習を行っていきます。で今日は最初、これステップイン、ボールから足を下ろしてヒッティング入る練習をまず行っていきます。大事なポイントですね、前足が地面についていったタイミングで、後ろ足の内旋動作、これがフットターンになります、が同時に入っていけること、ここが遅れないことです。足をついていった時にまだ後ろ足が立っている状態になってしまうと、スイング、ボールへの反応が遅れてしまいます。歩幅が広がって地面についていく時にしっかり内旋動作に入れること、これを練習するのが、まあ、こういう段差を作ってですね、段差から足を下ろしていく動作と後ろ足の内旋、これを連動させるドリルになります。で今日は早速動くボールに対しての反応ですね、行ってみたいと思います。前足を乗っけて、ここからヒッティングですね、後ろ足の回転に入っていきます。大事なポイントは、さっきも言ったように、前足が着地する瞬間に内旋に入れることで、これは個人的な感覚になるんですが、極端に言うと前足が着地する前にもう内旋していってもいいぐらい、それぐらい早くこの前足の着地と後ろ足の内旋はタイムラグを短くしていく、タイムラグを極力なくしていくというのが大切な動作になっていきます。前足が着地する前ぐらいにもう内旋していく、これぐらいのスピード感が持てると速い球に対しての反応も非常に良くなります。で、まあ、こういう説明をするとですね、じゃあ、ボールを引きつけるとか、ボールを、例えば、ボール球の時にバットを止める動作っていうのがどこで行われるかということなんですが、バットを止めるっていうのは、この、スイングを止めていく動作になるので、下半身や体幹部、こっちの動きを止めるっていうのはですね、あんまり良くない形になります。もちろんね、リリースした瞬間に、ボール球と判断できたりすればですね、そこで、ピタッと止まる。これはできるんですが、最後までボールを引きつけて、最後の最後で見逃す。変化球が落ちていった時に、打ちに行って見逃す。まずこの見逃し方をしていくためには、下半身や体幹部っていうのは止めないことが大切です。で、止めていくのはこのバットの動きだけ。うちではスイングアウト、スイングバック呼ばれる動作がありますが、トップハンド側の肩からバットが離れていく動作ですね。これが振り出しになります。後ろ足の回旋と同時に肩からバットが離れていく動き、スイングを止める動きっていうのは、このスイングアウト、スイングバックを一瞬でグッと止める、もうここだけになっていきます。回して回してバットだけ止めて見逃せるように、これが手が前に行かないで手が近いところにあると、バットはキャッチャー側でピタッと止めることができます。なので、まあ大事な要素として、この足がついて回る、できれば体幹部ぐらいまで回る、その上でバットが出てくるという連動性をつけられるように頑張りましょう。ちょっと最後にまた2球ぐらい打ってみます。段差に置いて、そこから着地と同時に内旋に入っていきます。このタイミングをしっかりつけられるようにしましょう。
どこか、ら、着地と同時。ステップインと後ろ足の内旋動作、ここを連動させていくために大切な、スキルが2つあります。これが1つツイスト動作になっていきますね。前足が開いていくときに体幹部というのは逆にキャッチャー側にひねられていく動きになります。これが正式に言うとですね、前足の開脚、歩幅を広げる動き、そして体幹部のひねり、この二つをまず連動させていきます。メディシンボールをですね、キャッチャー側に投げてもらって、ここでボールを取りながら、足は前にステップしていきます。お願いします。キャッチでつく。足浮かせてキャッチつく。慣れてきたら、足がついた瞬間に、後ろ足の内旋になっていきますので、ボールをもらいながら、ついたら回る。回った時にすでにメディシンボールは前に出せるようにしましょう。1、2、よいしょ。1、2。悪い例はツイストしてるつもりでも腰、または前足の膝の向きですね。これが一緒に胸と同じ方向にひねられてしまう。この状態で着地していくと、実際の振り出しではまず前足が回っていかないと後ろ足回っていかなくなります。これで振り遅れる原因になってしまいますね。悪い形です。キャッチしながら後ろ、前足も後ろ向きに引っ張られてしまう。よいしょ。で、このまんま回っていくときに前足から動いてしまう。これが悪い例になります。よいしょ。前足はしっかり開脚しながら体幹部をひねるということが大事になっていきます。上半身のひねりは大事なポイントとして、前の肩、ピッチャー側の肩がホームベース側に傾くというところ。これをひねりながら作れるといいですね。で、着地と同時に上がっていきます。はい、もう一つ、ステップイン動作で大事なのが前傾姿勢になります。これは股関、後ろ足の屈曲というのも動画で紹介していますが、足首、膝、そして股関節、パーツで言うとね、難しくなっていくんですが、簡単に言うと、膝、後ろ足です。後ろ足の膝がつま先方向に曲がる。そして、胸がホームベース方向に傾く。この二つの動作。で、これを真ん中じゃなくて、後ろ足の上でスッと屈曲取れること。これが大事になっていきます。鏡で見るとですね、このすねの角度と胸の角度、これが平行になっていくぐらい傾きを作れるといいですね。このラインです。大体どちらかみんな胸だけ傾いていったり、膝だけ曲がっていって胸は起き上がっていったりしてしまうので、ここの連動性を高めるためには、すねと胸の傾きを一緒に行うというのが大切になっていきます。これを後ろ足の上で行うために同じようにですね、前足を浮かせながらボールをもらいます。で、もらった時の沈み込みで屈曲をしっかり作る。1。これはさっきのドリルと一緒になるんですが、目指すところが違うような形になっていきますね。着地と同時に内旋に入っていけるしましょう。はい、じゃあ実際にボールを打ってみます。動くボールに合わせて先ほどやったツイスト動作と前傾姿勢、屈曲ですね。はい、これを合わせていきます。で、最初は先ほどの最初に伝えたドリルと一緒になるんですが、段差の上に足を置いて前足がこう浮いた状態で屈曲と、ツイストを作っていきます。ひねった状態で後ろ足をしっかり曲げる。で、このまんまもう一個前足を太もも上げてですね、段差から足を離せるように。まずここでの姿勢の維持というのがすごく重要になっていきます。足を乗っけて後ろ足の上でひねった状態を作って
浮かせる。着地と同時に回っていきます。上げて内旋。浮かせて。よいしょ。よいしょ。よいしょ。あとそうですね。伝え忘れていましたが、後ろ足がピッチャー側に倒れていってしまう動き。これが内旋ではなくて内転。ね、ここら辺はちょっとまた違う動画をぜひ見ていただければと思うんですが、足を上げてピッチャーに向かっていくときに前に倒れてしまう。こうなっていくと、まあ、歩幅が広がっていくのに対して後ろ足が回りにくくなってしまいます。前足だけ前に送って内旋。このちょっと違いが分かってくると、腰、それから後ろ足、まあ、合わせて胸、回転動作が非常に強くなっていきます。上げた時の、この後ろ足の角度ですね。これを注意していきましょう。乗っけて、前傾、ひねりを作って、浮かせ、回って、打ち終わりですね。はい、今日はサマーキャンプの途中で、ちょっと空き時間を使いながらですね、この動くボールに対してのステップイン、前足の踏み込み、それから、まあ、後ろ足の内旋、ここの2つですね、2つのタイミングの話、お伝えさせていただきました。ぜひこれ、動くボールで反応よくできるようになってください。そうするとですね、体の回旋がすごく速くなっていきますので、ぜひこれ大事なドリルになりますね。足のつき方、後ろ足の回し方、なかなか練習する機会ないと思いますので、このあたり習得していただければと思います。もしも何かまたわからないことあればですね、コメント欄、メッセージいただければお答えしていきますので、ぜひご活用ください。ご視聴ありがとうございました。